最初はちょっと初ということであって慣れなかった部分があったんですけど、後半から先輩たちからもっと思い切ってやっていいって言われて、後半ちょっと自分のプレーが出せたんです。自分の持ち味がボールプッシュと縦に抜く力だと思うんで、そこの部分は通用していると思います。自分がポイントガードをすることができて、全員がオールラウンダーでディフェンスから速攻でスタイルが自分に合っていると思ってます。世界に比べた日本は人の背が小さくて、日本だとできるレアとかがなかなかいけなかったりして、シュートのバリエーションのが増えたり、先にコンタクトするところだったり、高さに結構慣れて自分のプレーの幅が広がったりまずはトーナメントを優勝することで、その後のインカレも優勝することです。まあ、将来の目標ってどういうところにありますか？日本代表のポイントガードになります。